長宗我部盛親の一生。1575年に土佐の戦国大名、長宗我部盛親の四男として生まれる。父は土佐を統一、四国全域攻略に躍起になっていた。14歳で後継者となり、元服して盛親と名乗る。父は四国統一まであと一歩だったものの、中央の豊臣秀吉にかなわず参加に、土佐一国を領有した。盛親12歳の時に発生した九州、碧木川の戦いで、後継者の長兄、信親が死去してしまい、盛親の傲慢で短気な性格から、反対派も多かったものの、父の強烈な後押しにより後継者となる。また父の意向から実名とも結婚する。その後は父と共同で領内統治を行い、また父と共に秀吉の下で起きた戦いにも参加する。小田原征伐、文禄の役。25歳で父の死により家督を相続し、翌年には日本を二分する戦いに参加する。関ヶ原の戦い、秀吉はすでに死去。秀吉に恩義があった石田三成中心の西軍、台頭した徳川家康中心の東軍が戦う。盛親は縁があった増田長盛や柿見和直から西軍に参加。伏見城や野津城などを落としながら中央、関ヶ原に向かったものの、先陣の毛利軍が動かず、その間に小早川秀明の裏切りにより西軍は総崩れ、盛親は中央で戦わずして撤退することになる。戦後盛親は大名改易となり浪人になる。家康に謝罪しようとしたが、久武親直の残言から実刑、角近忠を殺害、結果家康の怒りを買い改易させられる。また代わりの領地提供案もあったが、不満な家臣や一揆などもあり、亡くなってしまう。盛親は浪人となり大阪や京、伏見に住み、大名への復帰運動を続けた。また36歳には出家して大岩遊夢とも名乗った。40歳の時に豊臣家臣として家康と戦う。大阪冬の陣、すでに家康が天下統一者となっていたが、先代の統一者、豊臣氏が脅威であり続けた。その豊臣氏が家康に対抗するため各地から浪人党を集めており盛親も参加。長宗我部家再興を願う旧臣らも集まった。盛親は奮戦する。真田丸の戦い、真田幸村を支援し、井伊直孝、松平忠直らを退却させる。しかし双方膠着状態になり最終的に和議が成立する。翌年に再び家康と戦う、大阪夏の陣、盛親は東道高虎らを壊滅させ勝利する、八尾、和解の戦い。しかし足の中に潜んでいたところを長坂三郎左衛門に見つかり捕らえられ、最終的に京、六条河原で斬死される。享年41歳、子も全員処刑され、これにより長宗我部氏は滅亡してしまう。また戦いに勝つことができず豊臣氏も滅亡してしまう。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。